こんにちは。この YouTube でもね、お世話になっております、広島の迫田監督。昔の広島商業とかね、女水館で何度も甲子園来られてね、優勝もされてる、現在83歳の現役監督さんですが、その迫田監督が率いる竹原高校が、今日3回戦を突破して、広島でベスト16になられたそうです。もう40何年ぶりで出てましたね。確かに私が行った頃、数人しか野球部員がおらない状態で、2、3年前ですよ。さすがだなって、やっぱ勝ち方を心得てる方っていうか、どこにもいて、で、私も勝つたんびにね、メール送ってお祝い送るんですけど、いやー、まだまだ弱いですとかね、もう1年あるとまた違うんですけどとか、浮ついた言葉は一つも返ってきません。私も困惑するぐらいで、もっと喜ばれればいいのにというぐらいに、やっぱり目指してるとこの違いかなと思ったりもするんです。理想がやっぱり高いとこっていうかね、まだ先にあるんだなと。83ですよ、御年。失礼な言い方かもしれないけど、まだ先見てるんですよね。まだまだっていうとこ見ると。すごいなって、俺も40年後そうやって野球に対して真摯に向上心持って、貪欲に入れるかなって思ってメールやり取りしてるんですけどね。迫田監督、ぜひ頑張っていただければと。8月にまたお会いすることになってるんですよ。本当に楽しみにしております。今日私はね、静岡も同じです。今日3回戦。後半の方ですがね。今日はね、私、大遠征したんですよ。静岡県っていうのはね、私自分で認識してなかったんだけど、昔、美濃島の尾藤監督にお会いした時に、中澤君、静岡って新幹線の駅6つもあるんやなって言われて、6つありますかなんていう話をしたぐらいで、確かに浜松、掛川、静岡、そして、富士、三島、熱海と6つあるんですよ。で、高速道路で抜けるにもね、2時間ぐらいかかるんですよ。だから、すごい距離あるんですけど、その、端と端じゃないですけどね、第一試合、私、浜松に住んでるんですけど、沼津にある足高球場ってとこに行って、まず第一試合、日大三島対藤枝明誠。日大三島は去年の東海大会、秋優勝してるチームですし、報徳学園の永田監督が来られてね、早速結果を出されてる学校。藤枝明誠も、数年前に甲子園行ってます。私と同級生のね、中京大中京の出身の三岡先生。いいゲーム見られるんじゃないかなということで、力は日大三島の方があるのは分かってるんですけど、だから興味があって、第一試合まず足高に行きました。ただ、午後というか2試合目の浜松球場の賭けにしたい浜子を見たかったんですよ。なので、沼津からそこからまた1時間半ですかね、戻ってきて、頃合い見て、それで、浜松球場も見てということで、県内でありながら往復3時間の大遠征ということでね、今日は2試合観戦してきましたので、そのお話しさせてください。よろしくお願いします。のぶしチャンネル。昨日ね、朝の情報番組で『スッキリ』ってあるじゃないですか。『スッキリ』を私つけてたら、錯視っていう、目の錯覚の話をしてたんですよ。それ見てね、ちょっと思い出したことがあって、野球でもね、この目の錯覚っていうのが、関係するんですよ。これちょっとホワイトボード用意したんだけど、これ同じ、フリーハンドで書きましたけど、同じ長さの線がありますよね。これを、いいですか？よいしょ。例えば、ちょっと色変えますよ。わかりやすくするとね。同じ長さでも、こうやって矢印つけるとね、要するに、同じ長さの線でも、下が長く見えるじゃないですか。これが、野球で言ったらね、こういうことができるんですよ。ここにね、ここにですよ、ホームベース書くんですよ。イメージとしては。そうすると、ピッチングとして、これ理想論ですよ。こういうふうに変化球を混ぜるとベース広く投げれるんです。打たれるピッチャーってよくアウトコースがシュート回転し中入ったとか言いますよね。こういうふうに投げるとベースが小さく感じられて苦しくなるんですよね。こういうね、ボールの軌道について、ちょっと今日注意しながら見てみようかなっていう気持ちで。まず第1試合の、日大三島対藤枝明誠。このゲームね、やっぱり、日大三島は私、秋の東海大会、優勝の県大会、で、一回見ただけですね。それ以来になります。で、第一印象は、いやー、お尻から太ももが太くなったなって思いました。これが一番思ったことです。あとね、エースの松永君の左手の使い方がちょっと変わった気がするんだけど、これは気のせいかもしれないけど、その二つが変わったというぐらいで、はい。それが第一印象。で、ただ、プレイボールかかってですね、もう1回終わる頃にはね、左バッターボックスだけね、もうね、ベース寄りの線がもう完全に消えてるんですよ。ということは何かっていうと、日大三島の1番から5番かな ?4 番か。4番までみんな左なんですね。で、1番の子はもうびっちり寄ってるし、2番、3番、4番の子なんかちょっと前足はちょっと外にオープン気味に置いてるんだけど、でも後ろ足はきっちりベース寄ってます。ということで、まあ俗に言う、明生ももちろんそうでしたけど、内を殺すっていうかね、内を消すっていう、外半分を打っていくっていうことでね、まあ当然は、そういうことは普通にやっていくことですけどね、ある程度のレベルになると、そうしないとなかなかベース幅広く使われたらしんどいんで、当然やってくることですけど、そういうのをまず、序盤の攻防で見受けられました。ただね、よく見ると、ちょっと待ってください。もう一回書きますけど、今日ね、全部見たけど、どうだろう。竹西の、エースの左ピッチャー以外はみんな、両サイド使ってるピッチャーいなかったような気がしますね。どうでしょう。これが例えば、ほとんどのピッチャーが右ピッチャーだったら、外のスライダー、あとは右バッターだったら、まあ、本当はインコースにこう出てく球があればいいですけど、なかなかこの球はホールピッチャーいないですよね。実際何してるかっていうと、これ右のアウトコースって言いますけど、ここに左バッターが立ったら、インスラですからね、ここにもし左が立ったら、インスラで、じゃあ、外はどうするのって言ったら、この外に逃げていく球まで放れなくてもですね、まあ真ん中付近からまあ外の甘め、この辺に、緩急、チェンジアップを、放ることができれば、結局は、この球放ってるのと、バッティングの仕方は結構似てるので、はい。これとこれがまあ似てるよっていう感じです。今の時代はほとんど、要するにスライダー系、カット系のボールプラス真ん中付近にチェンジアップ、抜いたボールを放って、まあ、このボールに見立ててるピッチャーがほとんどかなと思います。掛け西の左の子みたいにね、左ピッチャーとちょっとこのナチュラルシュートしたりね、まあ意図してかけてるかもしれないですけど、両サイドこう逃げていく球使うピッチャーもいますけど、まあこれはごく稀で、基本的には、スライダー系と真ん中に抜くチェンジアップ系のボールで勝負してるピッチャーがほとんどです。今の時代、やっぱりフルスイングっていうかね、ヘッドスピードで割合こう昔のみたいな最短でミートっていう時代じゃなくて、もう要するにいかにバットのヘッドを軌道を長く作って走らせるかっていうのが結構主流になってきてるので、フルチームが多いんで、どっちかというとこう、内外っていうよりかは、この18メートルの奥行き、緩急と球の伸びで、要するにチェンジアップですね。18メートルの奥行きでずらすっていうピッチングが主流になってきてるかなと。だから、隅へ隅へって感じよりかは、隅へ行けるものも持ちながらも、意外と多いのが甘いコースからのずらし。変化球に外しずらしってよく言うんですけど、要するに、ストレートの軌道が基本になるんですけど、そこからカーブみたいにポンと上に上がって落ちてくる球っていうのは、要するに、パンと上がった瞬間にずれると見逃すんですよ。これは外しの変化って言うんですよ。で、ずらしの変化っていうのは、ストレートの軌道に来て、バッターが振り始めてから、ちょっと逃げるから、バットが止まらないっていうか、ずれるというか、外しずらしの変化で言ったら、外しよりもね、今ね、ずらしが主流になってきてますね。だから、どうでしょう。私がピッチング見てて、昔は初球の入りがね、山の大きいカーブでカウントを取るとかってよく言うピッチングが多かったんですけど、昭和の時代とか、平成入ってもしばらくは。今はもう、海外の影響で、握りの変化ですね。握りをずらしたり、握り方で、カット系にしたり、チェンジアップを作ったりっていうのが主流になってきてるので、バッターが振り始めてからちょっとだけずらすっていう、これが主流です。なので、真ん中にめがけて投げれる変化球を持ってるかってすごく大きいんですね。まあ、とは言ってもね、私も YouTube で以前出てもらいましたけど、一律沼津っていうところで甲子園に行った播磨さんっていうスライダーピッチャーがいたんですよ。平成初頭に静岡県に。まあ、松井秀喜選手なんかね、星稜高校の松井さんを三振に取ったりもしたんですけど、甲子園で。播磨さんにどうやってスライダー投げますかって聞いたら、真ん中めがけて投げてたよって言われて、あ、そうなんだと。でも結局、アウトコースの際とか、まあ、ボール球ぐらいまで曲がっていくんですよ。真ん中めがけて投げて、グイーンって曲がるようなスライダーが俺のスライダーだよっていうのを言われて、まあ、どの時代でもやっぱりね、真ん中からの変化って絶対必要かなと。隅に隅にばっかだと自分も苦しいし、カウントによって。やっぱり隅でもカウント取れるものを持ちながら、真ん中にえいっていうものを持ってるっていうのはすごく、ピッチャー自身が自分のピッチングを保つために必要な要素かなと思います。だから今の時代っていうのは、総じて言うと、どうでしょう、変化球ピッチャー多いんですよね。で、今日ね、藤枝明誠が、まあ、10番の子が先発して、5回まで、ある程度抑えてきて、で、均衡が破れてエースが出てきたんです。エースナンバーが出てきたんですけど、そしたらベンチから永田監督が、ハイボールとチェンジアップってすごい大きい声で、もうこれわざと聞こえるように言ってるんだろうと思うんですね。バッテリーに。もうチェンジアップだけ気をつけろ、チェンジアップってすごい言ってました。まあ、ある意味精神的プレッシャーを与えてると思うんだけど、確かに、明生のピッチャー、抜くボールが生命線なんですよね。はい、そういうことを永田さんが言われておりましたし。まあ、浜松球場を変えてきても、そうですね。浜高のエースの細久保君、静岡県の中ではスピードボールを放るピッチャーになると思います。130キロ中盤から、まあいい時は後半出てくるピッチャーなんですけど、その細久保君でもね、今日 1-0 で負けたんですけどね、掛西さんに。3球中2球は変化球ですね。昔だったら、細久保君のレベルであったら、3球中2球はストレートで押してって、1球だけ変化球っていうピッチングをするのは普通なんですけど、今見てると、130後半で出るようなピッチャーでも変化球ピッチャーなんですよね。実態としては。そのくらい球を、動かすっていうのが大きくな、抜くとかね、切れ曲がるとかそういうものがピッチングの主流になってきてるんだな。だから当然バッティングもそれに対応していかにはいかんなってことを今日改めて感じました。まあストレートとスライダーってことになるとね、前回の昨日の西霊戦の YouTube でも言いましたけど、ストレートマイナス10キロから15キロです。大体スライダーって。で、マイナス10キロってことはどういうことかっていうことなんですけど、これ私も強かったからね、智弁和歌山何度も通ったんですけど、その時に智弁和歌山の高島監督に教わったんですけど、スライダーっていうのはね、ストレートと同じだからなって。スライダーの打ち方っていうのはない。ストレートのタイミングでそのままスパーンと抜いて、右バッターだったら左中間にオーバーフェンスするような打球が打てるようにならにはダメだよっていうふうに言われました。まあそのためにはやっぱりレートっていうかね、ヘッドが遅れてくるバットの正しい出し方ができなければできません。ヘッドが出ちゃうようなバッティングしてたら全部引っ掛けとか、要するに空振りになってしまうんで、技術は必要ですけど、一定の技術をしっかり身につけた上で、スライダーはストレートと同じタイミングでそのままスパーンとさばいちゃえっていう言葉がすごく金言として残ってます。なかなか難しいですけどね。そういう、カット系、チェンジアップ系、マイナス10キロの世界の変化球をどうやって打つかっていうのはすごく大事だなって今日思ったので、その点をお話しさせていただきました。そしてピッチャーは、ピッチャーの立場で言うと、両隅にこう投げるっていう昔ながらのこうコンビネーションももちろんそれは大事なんですけど、なかなか難しい時代になってて、今は片方の逃げる系のボールをしっかり磨いて、要するに昔でいうシュートとかっていうのはそこまでやらずに、まあ、インストをしっかり攻めて外の逃げる系、そして、まあ、場面によっては真ん中にめがけて抜くボールっていうのが、大事になってきてるんじゃないかと。真ん中に緩い球を投げれる、そういう球種を1個持ってるっていうのが、ベースボールを幅広く使うよりもむしろ大事になってきてるんじゃないかなっていうのが今日感じたことです。浜高掛西のねゲームの雑感をまあ一言コメントという形でお話しさせていただきますが、1対0っていうゲーム、まあ、多くの方が予想しなかったんじゃないかと。もう少しね、点を取り合うゲームを予想されてたと思いますけど、やっぱり夏の大会になってそれなりのレベルになるともうその日、入ってみないと分かりませんね。ゲーム展開によって、いろんな展開が予想されますんでね。でまあ結果的にはピッチャーが頑張った、両軍頑張ったということだと思います。浜高のエースの細久保君もすごくいいピッチングしました。9回まで球威を衰えず、一貫したね、投球スタイル、ぶれなかったですね。まさにエースの投球でした。一方、掛西はね、左の岩沢君先発4イニング、そしてリリーフ3イニング、2イニングと、それぞれ異なるタイプのピッチャーをつないでの継投での完封、これも素晴らしいと思うんですね。一人のピッチャーで押していったらやっぱりいずれ捕まるだろうと。それを、まあ、早め早めの、計画的な継投、要するに、絶対的なピッチャーがいなくともそれ相応の同等のレベルのピッチャーを何人も持ってるってことによってできる、継投だし、まあ、そうは言ってもそのうちの誰かが乱れたら負けにつながるんで、使う監督も勇気がいると思うんですけど、それをね、大石先生がきっちりやられましたね。だから強いて言うならばね、浜高さんがなぜ打てなかったのかっていうのは皆さん思うと思います。一言で言うとね、掛西のピッチャーが丁寧に放ってきたボールに合わせて崩されてましたね。浜高の、いいバッターが自分の体勢で打つことができなかった。ちょっと厳しいことを、いうことになるかもしれませんが、フリーバッティングとかね、そういう練習は十分されてたと思うんですが、一本バッティングみたいなね、対ピッチャーの、ミックスボールでね、それと変化球、配球あり、そういうバッティング練習でのきっちりした仕上げが、ひょっとしたらこう、十分でなかったのかなという、仕上げ方の問題もあると思うんですね。その辺を、ちょっと感じる。なぜ打てなかったかっていうと、掛西のピッチャーのボールに浜高のバッターが崩されたからです。それはもう非常に私感じたところです。非常に本当にハイレベルになるとバッティングも難しくなるんでね、強力な浜高打線でもやっぱりいろいろピッチャーが変わる中でそれぞれのピッチャーがそれなりの持ち味を出して投球すると、やっぱり完封ってこともあるんだなっていうことですね。はい、じゃあ最後にね、今日私今帰ってきて、浜北野球塾ですね、今日は。3、4、5。もっと広げて。はい、オッケー。ぎゅー、そう。そう、今のバッチリ。夜8時までやって帰ってきたんですけどね。いろんな生徒さんに聞くと、今週で1学期が終わる学校がほとんどですね。来週から夏休みになるってことで、まあ、以前から告知してますように、野武市ではね、夏季講習と名付けて、まあ、夏休みの間にね、平日昼間を有効に使いましょうと、ここに出します。チケット制でね、5回、ワンセットでね、5回分の指導で、夏休み頑張りませんかというご提案をさせていただいております。スタンプ制っていうかね、シール貼っていくんですよ。最後ね、5回来ていただくとね、まあ、こういう、野武市の T シャツ、練習 T シャツをプレゼントさせていただこうかなと思ってますのでね。デザインも何種類もあるし、色も50種類ぐらいの中から選べます。お好みの T シャツ、プレゼントしたいと思いますのでね、ぜひそれも励みに、ぜひ、申し込みいただければと。まだ7月いっぱいぐらいまでは付けておりますのでね、ぜひお問い合わせください。はい。じゃあね、今日は、まあ、広い静岡県、東西に広い静岡県を移動しながらの、2試合観戦期、お話しさせていただきました。明日もね、まだやるそうですのでね、明日は浜松球場かなと思いますが、私も楽しみですし、YouTube もこんな YouTube でも楽しみにしてますって言ってくださる方がいるのでね、球場でも、SNS のコメント欄でもそうやって言ってくださる方がいるのでね、私もしっかり見てね、心のこもった、動画を配信したいと思いますので、またお楽しみにしてください。じゃあ本日は以上になります。おやすみなさい。